お前らは返さんぞ。紙幣がどうのこうのって言ったよね。全員呼び戻せ。ちょっと生かしていいのか。行くぞ。まあやるわな。シゾのスキルの説明からか、やっぱり。クライブが召喚時ラムの力を吸収し、新しいアビリティとフィートをつけた。ラムのフィート、ラムジャスティス。ラムの正義。最大9箇所まで標的に。おー、これ便利やん。雷球を射出して付着させる。さらに、雷球が付着した時に攻撃を与えると起爆して強い。あー、なるほど。ジャスティス。ジャスティス。右スティックだね。え？ジャスティスして、ちょっと待って。今ジャスティスしてるところでしょうが。え、これも使う。あー、ラムーもある。サンダー、サンダーストーム、さらに強くなったな。え、パイルドライブ、なんかザンギエフ使えそうな。これか、これ出すのか。終わりよ。またおる？あ、増援か。どこだ。声の量がすごいけど、まあ、この程度の雑魚はもう負ける余地ないからな。ジャスティスした方がいいか。この程度の、いや、ジャスティスする時間がちょっともったいないしな。さっき習ったば、あ、違う違う、習ったばっかりから使ってきた話かな。ジャスティース。はい。スタンダーストーム行くよ。名前的に範囲攻撃な感じがするな、サンダーストーム。ファイルドライブ。ファイルドライブは単体攻撃かな。間違えた。いや、もう一回ぐらい増援あるか。はい。終わったか。やめて、もうやめてって。しどめ。帰れ帰れ。もういい。やつを放て。やつ。ああ、あれは、サーベルタイガーか。ああ、こいつにはかなうまい。まあ、過去出てきた有名な名前ついてそう。なんだ、パンサー、パンサー、あ、違う、あ、1個目でなんか勝手が違うな、勝手が違う。ただそこまで強くない。ブラストも使ってって、はい、うん、ただの雑魚的レベルやな。いや、3つの切り替えしんどいな。変身もするか。いや、もうスキルの感じ。変身しよう。このまま押し切れるか。パイダスパリー、いいね。火の玉も出して、押し切れん。ナイスパリー。いや、すごいな。スキルの回転だけでもなんか、えぐくなってる。終わりだ。いや、さすがに3体分のスキルあると、ディレイがなんかもう、すぐ来るな。お、素材だ。なんか武器とかに使うやつですね。ライティングしてもらう。サンゴの剣、雷の剣持っとるけど、またそういう系作れるってことかな。お帰りください。ただ風悟くんの耳には入りそうやな。しっかり、奴らも風悟に怯えているだけだ。次に見かけたら容赦はしない。ここ離れた方が良くないか。お、さっきの人たち、ここは別に外に繋がってる感じじゃないのか。なんか怒ってそう。感謝とかしてくれなさそう。
のせいで何人の仲間が死んだと思ってる。わかるか。おなるわな。餌関係のない俺たちが餌に使われたんだ。お前をおびき寄せるためだけに。どういうつもりなのよ。私たちは奴隷なりに静かに暮らしてきた。黒ギャル。それはあんたたちがちょっかい出すせいで。ちょっかい。余計なことすんなってか。この5年間私たちが何もしなかったとか思ってる。5年ってかなり長いけど。誰もが等しく人として暮らせるよう必死にやってきたわ。誰がそれを望んだんだ。危険にさらされるのは当の俺たちじゃないか。そうよ。知ったこっちゃねえと。すまなかった。ああすんのこれ。助けたいと思ってるやつからこんな風に言われてなかなか切ないな。分かっておくれ。わしらも必死で生きとるんだ。いっちゃん。なんとあの年ぐらいまで生きれるんやね。シドの意志を継いだ時からこれくらい。ここまで魔法使ってないってことか。覚悟してる。クライブ。幼少期から13年と5年でもう。帰ろう。かなり経っとるけど。子供の時あれ15歳ぐらいとしたらもうなかなかの中年やけど。シドの隠れ家んとこなんか変ななっとる。え？クライブたちの隠れ家。名前変わったよね。でこっから帰ると。でああなくなっとるね。しっかり。いやーちょっとずっと取りっぱなしなんで1時間半ぐらいずっと取りっぱなしですね。ちょっと一旦お休憩ですね。さすがに。よし、お休憩いただいてきました。じゃあ行きますか。クライブたちの隠れ家、風の大陸中央部、クライブたちの活動拠点。こんなシドンチからさ全然ね、動いてないけど。また風国にバレるんじゃないの。でそう、何気なく受け入れとったけど、この鎖、国境的な感じもうなんかこの5年でなんかいろいろあったくさいね。でザンベルかここを放棄してどっか行ったってことでいいんかな。まあ行こうか。参ろう参ろう。とりあえずタニアさんとか、鍛冶屋のおっちゃんとか、あの辺はちゃんと生きとるってことでいいんかな。ベンヌ湖、風の大陸中央部。世界を黒の一体から救うためとはいえ、俺たちがやったことはマザークリスタルの破壊だ。いや資源、暮らしを脅かしてると受け取られても。そうやよな。現代でいうガソリンとか電気とか、そんなものをなんかなくしたような感じだよね。もうバレてんのかな犯人。あ、まあシド悪名がどのこうのって言っとったもんな。シドはこう言ってたよ。クリスタルの牢獄を打ち破れと。もう二代目シドを襲名したしてしまったしもうやるしかないよな。自分の意志で。5年ってまた経ったな。時間立てる必要あったんかな。生きられる場所、仲間と共に。そんな場所を作るため。時間立てるってなんだ。変な日本語言った。彼に思いを託されたんだ。5年間動かした意味。俺は意志を貫く。まあジョシュアがアルテマを吸収して、吸収じゃないか、自分の中に取り込んで何かやって、うおーん。そう、あ、そういうことか。これはうまいこと見つけたもんやね。飛空艇っぽいね。飛ぶんかな。でも飛んだところで
昔の FF みたいになんかね、上空を移動する意味もないもんな。ほぼファストトラベルで どこでも行けるしね。新たな隠れ家、誰見つけてくれたん？カロン、おばちゃん生きとる。サロンにいるはずだ。おっとも生きとる。わかった。そうしよう。これも名前おる。オボルスさん。美貌録のおっちゃん、シドって呼んでくれる。美貌録のおっちゃんも生きとるよな、当然。結構バレそうじゃね、ここ大丈夫？うまいことやってんの、ジル。サロンに行って。オットに報告しましょう。はい、この上サロン、これどういう原理なの？結構どこでもなんかあるけど、クリスタルの中もなんかこれいっぱい設置しちゃったよね。電気って概念ないよね。どういう仕組みなんだろう。おお、ね、いや仮にもシドやからな。2代目まっすぐ行くか。散策を後にして、結構人おるね。あの惨劇から結構生き残った人はいてるってことか。おっと、お、モーグリもおる。めっちゃ天気いいしな。そうでもないか。タニアとかおると思うけど、この辺にはいないのか。なんか偉そうやな。結構幹部になったか。おっと、クライブ、ビクトルがストラスを通してさ、うん、ビクトル今回も災難だった。フーゴくんとこか。その上、フーゴクプカにまで目をつけられた。誰だって関わり。ベネディクタの首の剣でも、ルス中に変わったことは怒りを買ったからな。共和国軍を調べるためにガブ。どうにも目動きが引っかかってな。パックリいかれたよね。今はざっくりか。片目のガブ。彼女と各国の情勢をさらっておくとしよう。うん。彼女、あ、か、え、カロンばあちゃん？ビビアンか。誰？戦の研究さえ。ビビアン。場所は問わんと言ってた。スー。こんなところでもお勉強とは変わった先生だよ。白髪やったけど、結構年齢いってんのかな。ビビアン。てかモーグリ気になるんですけど、喋らんからな。ずっと喋ってくれてたのにね、最近。クポーって、なんとかクポーって喋らんのよ。この掲示板気になるなら後でまた。じゃあ勝手に切れた。行くか。ビビアン、ビビアン若いのかな。少しいいか。若い。悪運が強いな。まだ気の強そうなビビアン先生。なんか仲良さそうやな。かかっただけじゃないか。騒ぐほど。殺されかけとるやん。さて、暗殺されかかるって。この偉大なる軍事学者。軍事学者。ビビアンナインテールズが答えよう。とてもの、すごい。軍師さんみたいな。今日も今日とてバリスゼアは知事に乱れたまま、うん、この大陸のことね。史上最悪。史上最悪。黒の一帯の侵食による世界の荒廃。だが世界を揺るがす風はそれだけ。でもそのシドってクライブのことってことでもいいよね。二代目シドやけど、今言ってるシドってクライブのことを言っとるんやろな。位置するザンブレク公国は、うん、その国土を黒の一帯に蝕まれ、あ、一番近いんやね、黒の一帯。新たな領土を求めて海を挟んだウォールド王国と、うん、あ、そこなん、ウォールド。ところが相手は召喚獣オーディンを要する。あ、そっから来てたんだ。そうやすやすと領土を奪う。なんか黒の一帯側にあるかと思ってた、ウォールド。そこで、それかその東側のなんかクリスタル。豊富な資源を抱えるクリスタル自治領だ。あ、そこな。5年前のこと、君たちが海渡ったんかな。ドレイクヘッドの破壊に動いていた裏で、一挙にカノチへ。あ、そこな。制圧した。
おお、じゃあそこはもうザンブレクなんだ。文字通り世界の中心、世界の中心、最大の地理的要衝でもある。この辺がもう世界なんだ。バリスゼア統一にも手が届くだろう。統一ね。だからこそ各国は相互牽制として、いや、それを犯したんでしょう。もう的に破られたと、紛糾は避けられ、もう信用と信頼が地に落ちた。ウォールド王国、あ、そんなとこにあった。そして何回も言うけど、鉄王国そこな。それが生き残りをかけ、結構な領土持っとるね。ロザリアがっつり鉄王国なんだ。なるほど、いい国。四国志。世界にとっては、で、今後の風の吹き方一つで、君たちにとっては追い風になるかもしれない。ここのメンツで何ができる、そんな大国相手に。こたびの講義代はお使いで取るじゃないか。リンゴでも取ってこようか。いいだろう。何かクエストもらえる感じか。この本を書庫の主に返しておいてくれ。語り部に。なんて名前だったっけ。なんて名前だったっけ。なんて名前だったっけ。あのおじいちゃんね。名前長いけどなんか可愛いあだ名。あ、そうだ、ハルポテ、ハルポクラテスね。ハルちゃん、ハルちゃん。ちゃんと呼んでいこう、ハルちゃんって。よう、ね。フーゴーくんの奇襲をシリーズ、あ、こいつもおったな。よく生き残れたね。何も専用の部屋もらえた。おーおお、めちゃくちゃいいやん。いや、でも雨とか降ったらやばそうやけど。え、自分のなんかもう、なんかすごい一番神座に座っとる。出世したな。ハルポクラテス、うん、はるちゃんな。そう呼んでくれるのはお主くらいだ。5年経っても変わってない。ちょっと老けたか。自分の名を忘れそうになる。ハルポクラテス。ああ、もうこんな関係になったんだ。ビビアンから本を預かった。これをあんたに返してくれと、ベリスゼア宗教師、クリスタル教とかなんか言っとるの聞いたことあるけど、他にもいっぱいあるんかな。読むのが早いの。頭よさやもんな。もっと解読が早ければお主の頼みに応えられるかもしれない。何の解読。先日手に入れてもらった書物にもそれらしい記録はなく、何か調べてんのか。お主が5年前にドレイクヘッドで出会ったという謎の存在、アルテマか。その正体にたどり着くにはまだまだ時間がかかる。あと、ティポーンみたいなやつ。ティターンやったっけ。これだけの書物とあんたの学識を持ってしても、未だ尻尾さえつかめないとは。いや、ジョシュアになんとか聞くしかないよな。あいつなんか一番わかっとるやろ。本部の古文書を探っている。何かわかったら知らせよ。助かるよ。いやー、過去一、主人公の都市行ってんじゃない。知識の海に浸る。ここはわしの楽園。気にすることはない。生き生きしとるもん。いい笑顔。テトは見てた。テト。木の実ばっか食べてる。ダメな。クラも知ってるよ。だからおならくさいって。これこれ。ヘコキハルちゃんやんけ。鉱物が取り上げられたらどうしてくる。ちょっとヘコくな。ああ、めちゃくちゃ平和やんここ。ここで生まれた子供なんかな。毎日元気にしておるよ。ただ時折親が恋しいとぐずるのだ。ああ、これあの子らが哀れでならん。親あの時に、ああ、二人の親を含め多くの仲間が殺された。いや、なかなか5年前の出来事は生き残った者たちに深い傷となって残ったな。その傷を癒すにもまだまだ時間が必要だ。ただでさえ少ない人間。話が長くなった。疲れたな。少しは休むといい。あのハルポクラテス、あの国から帰って、何巨悪やったっけ。ガブが戻るまで部屋で休む。戻れるのかガブ君。あ、やべえ
結構好きなやつ。いろんな文献が、でもあれぐらいか。てとさっきのやつ。この隠れ家は飛空艇だったんだよ。今は飛ばないけど。なんかしたらなんかいつか飛びそうじゃね。インビンシブル。知らないけど。FF3 のあのでっけえ船やんけ、最後乗るやつ。B 押したらあのちっちゃいおか、あの丘、ちっちゃい谷ぐらいなら乗り越えれるやつ。後で見ておこう、これは。あっちは自分の、あ、クライブの資質。お、誰だ。おかえりクライブ。帰ってくるなりバタバタして、ベアラのあれがあるね。今じゃただの不愛想な傭兵って感じ。刻印がないと、ね、髭も伸びて、なんか毛も伸びて、ちょっとよ。お前の施術のおかげで随分活動の幅が広がった。施術。感謝してるよ。谷屋以外にもなんかそういう子いてんのか。ガブから手紙が来たらしいわ。ほう。あんたの部屋に置いてあるからって。迎えに行かんなん感じかな。すぐに確認する。じゃあまた後で。うん、いやなかなか人おるね。まあ、5年もあれば。また人が集まってくる。あ、あれか。あの、ベアラーを助け取る活動しとるから。ああ、鍛冶屋ちゃんとあるぞ。あの人やよね。あ、そうそう、ブラックソン。そう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 。結構広いな。にしても。まあ、探索は後にして。5年間あったのに、何も変わってないよ、それも装備。ちゃんとブラックソンさんに鍛えてもらえよ。こういうとこに宝箱ありそうやけどないか。自分の部屋、あ、そこまで立派ではないね。なんか質素な。こっちは開く、あ、なんだ、開くけど、あー、繋がってんのか、さっきの。あ、ただの ベラン、あ、宝宝で、あー、で、あの机で、なんだ、お仕事溜まっとるってことか。あ、手紙、あ、そうか、ガブのね。あー、昨日の紹介、手紙箱。クライブの資質のある手紙箱では、仲間たちが届いた手紙を確認することができる。メインストーリーはクエストを進行すると手紙が届くことがある。こっから始まるクエストとかもなんかありそうやよね。ダルメキア共和国の動き。これこれ。フーゴ、あー、目。ガブの目。クリスタル自治領を制圧したザンブラクに対し、ついにダルメキアが進軍した。フーゴ・クプカの私兵どもも招集されたようだ。大きな戦になるかもしれない。詳しくは戻ってから。あの海近辺で何かが起きるってことか。ガブはなんて。ダルメキアがそんなとこで。フーゴクプカもでかい戦やっとったら鉄王国やりたい放題 なんじゃない。奴の私兵はしばらくの間ベアラはそういうことはない。そう、よかった。ちょっと平和になるっていう考え方もあるのか。俺たちにも好機だ。後でガブクリスタル壊しに行く。うん、疲れた。どうした。ぼーっとしとったけど。それにしても、風呂でも入ったら。隠れ家の再建からここまで本当によくやってこれたと思う。ごめん、遅すぎた。結構経ったって。フリートの力を使いこなせていればもっとうまくやれてたはず。なのにいつも何かがあの力をせき止めているんだ。自由にまた使えないんだ。召喚獣になると大きな負担がかかるもの。いや、お前も石になるぞ。あなたの方が分かっているのよ。良くないことから守っているんだわ。ジルはシバあれっきり見てないけど。負担をかけてるな。なってんのか。これまでたくさんの場所を巡ってきて。大丈夫かが。最終的にはだって。マザークリスタルは石化になってしまうんでしょう。今のままだと。恩恵が大きければ大きいほど、それ以上の争いや差別、痛みや苦しみを見続けてる。解決しなくちゃいけないことが大きすぎるな。大地に広げて人から生きる場所を奪いながら。
でもあなたは本気でそれを変えようとしてる。やり遂げるのがこのゲームなんやろうけど。手伝いたいの。もうや結婚？結婚しとる？これ。いつ一緒になってもいいよねもう。これはあの時ジョシュアが救ってくれた命だから。ああ。どうせなら意義のある生き方をして。ジョシュア生きてんだよ。いやうまいこと出会わさせんだしね。あ、そういうことなんか。握っとるなと思った。もう存在。あ、ちゃんとそこまで意識あったんだ。分かってんだ生きてること。それはそれでよかったわ。ジョシアは奴を追っているんだろう。今。いや話したいこと。もっとあるけどな。早く出会いたいわ。それを信じて。いやーあの感じもラスボスとかになってくんじゃねえの予想やけど。アルテマ取り込んどったもんな。ん？飲もうって。いやこいつらもだって結構いい年やよな。全てのマザークリスタルを破壊する。あーここで SF のテーマ今から始まるような感じやん。今までがチュートリアルだったレベル。どこの何さっしょんがそれ。北の黒の一体か。どうしよう。格好もなんかかっこよくなって。ああお月の一緒だ。あの時のこと。おお、もう仲間になってや、ジョシュア。黒に染まったか。そんなとこ行ってんの。この数年で黒の一帯は広がるよ。しかし、ひどいものですね。エーテルが枯れ果てたとはいえ。あのマーサー。大陸全土が染まるだろう。イーストプールやったっけ。あの近辺までもう来てんのかな。アルテマの痕跡を追う先々で世界が死んでいる。あ、てか大丈夫？あのキモいの取り込んどったけど。僕らに何ができる？ちょっととりあえず合流してや。頼むから。かたくなに避けとるもんな。ジョシュア。今のドミナント軍団でいろいろできるやろ。飲み会中です。別にイチャイチャもしないやろ。打ち合わせ。協力者のマーサ。マーサ、さっき言ったマーサ。イーストプールの消息を絶った。わかった。行方不明マーサ。アガン来たりって。マーサに何があった。あ、ジルも喋れる。サロンへ向かいましょう。あ、夫から詳しい話を。そんなんばっかり。早行けって。サロンって一番最初に行ったとこね。マーサ、ここ通れるか。まずそれを救うのか、探しに行くところからか。黒の一帯に行くんかな。でかい戦争層あるんならクリスタルまたどこか狙いに行けそうな気がするけど。何やったんすか。おっと、詳しい話を。ロザリアに駐屯するザロザリア。マーサの宿に押し入ったらしい。はあ、なし。知らせによれば怪我人も。てか鉄王国のとこじゃないの。そこに来てロザリアって。マーサも姿を消している。面倒なことに巻き込まれたのかもしれん。ザンブレクおるってことはやっぱりロザリアはザンブレク。俺の見間違いかもしれない。あれを皮切りにロザリアでは駐屯兵が過激化した。過激化。ロザリアを治める俗領総督府の名の下で、メアラをかくまう者たちを対抗派と称して虐殺。まだそんなことか。今やその手はメアラそのものに向けられている。その影響で彼らの方に支障が出ていると
マサから相談されてたんだが。それに何か総督府に目をつけられたか。連れてかれたか。大切な協力者だ。失うわけにはいかない。まずそこか。マサの宿へ行ってくれ。はい。現地に石の剣を派遣してやる。石の剣。連中と合流して彼女を見つけ出すんだ。あ、すぐに出る。はあ、クリスタル壊さんなんのによ。あ、クエストさせちゃった。ってことで、お外はなんかいろいろ増えてない施設。気のせいか。じゃあそうね。あ、もうお外出ていいのか。ああ、なるほど。じゃあちょっくら、まあこの隠れ家一周してきたり、あとクエストもか、一個あるやつすぐ終わらせれるもんなら終わらせてこようかな。